カズレーザーと松陰寺のチルルーム。あー、はい、これは1時間、うん、1時間空いたら何します？開くでしょ、1時間って。1時間よく開くのよ。どうにもうそうなのよ、これが、うん、見つかんない。俺はでも今日まさに1時間開くのよ。マジでどうしようかと思ってて、あースイッチ持ってくるの忘れた。あ、まあゲームね。そうだから俺はよくやるのはなんか喫茶店入ってゲームをやったりとか、はいはいはい、うん、でまあもう一個はバッティングセンターが近くにあれば。ああ、バス停ですか。バス停行くかな。ああ、いいっすね。あ、うん、それちょっといいな。でも本当に中途半端なんだよな。はい、1時間どうすんの。いや1時間は本当に微妙なんですよ。しかもこの仕事間の1時間って、うん、そんながっつり体動かして汗かくのもそうやね。やばい、ダメじゃないですか。なんかさ、挟みすぎるとな、はい、重すぎるというあれなんだよ。ジムとか行っちゃうとやっぱシャワー浴びるから、メイク持たなきゃいけないとかいろいろ考えるのもめんどくさかったりとか、うん、かといって1時間早めに楽屋入るのも嫌なんだよな。そうなんですよ、うん、ああ楽屋寝れねえし、意外と。そう、意外と寝れないんだよな。楽屋寝れないです。スタッフさんが台本持ってきたんだよ、弁当持ってきたりあるか。楽屋、ああそうなんです。これだ、未だに行かない。じゃあゲームやりゃいいのかって言ったら、うん、なんかもういい大人でもうそれしかねんか言ってるもん。いや別にいいだろ、ゲームやってるんだって。ゲームめっちゃやる、ゲームめっちゃやるんですけど、うん、結局それなんかってのもあるんですよ。まあ面白いからね、いいんですけど。でも本とかは好きじゃん、カズ。そう、1時間やったら本かなの結局なっちゃうんですけど、うん、本はどこ、喫茶店とか行くの。喫茶店ですね。うん、だ喫茶店 とりあえず入るかってなるんですよ、1時間って、うん、まさやな。なんかでももっといいのあんのかな。マッサージ好きな人は1時間時間でちょっとだけ行くじゃないですか。あ、そうね、あれはちょっとまあいいのかな。まあそうな、マッサージもまあいいな。うん、いやでもなんかマッサージはなんかちょっと最後なんかこう、マッサージってどれぐらいやるものなんですか。俺行かないんで全くわかんないですよ。いや俺もこう結構さ、はい、メイクさんとかがさ、はい、肩とか揉んでくれる時あるの。本当やめてほしいですよね。そうやろ、はい、俺もさめちゃくちゃ凝ってるって言われるのよ。凝ってますね、はい、でも俺凝ってるなんて1ミリも思ったことない、はいはいはい、でもこうやってぐりぐり押すやん、はい、でなんか押されたがゆえに、なんか違和感あんなみたいになって、凝らしに行ってるやんと思って、なんか痛えなと思って。そう、あれはでもそれ痛いのは凝ってるからなんですよ、うん、そうそうそう、言う言う言う、ちゃうんだよ。いや別に凝ってるか凝ってないからこっちの判断だろう。肩凝ったことある？ない。なんか俺もないねん。なんか、うん、あ、首が痛えなとか、それは多分 、うん、寝方が悪かったなとか理屈が、うんうん、肩凝ったとは思わないですか。凝った感覚が分かんないから、でも凝ってるって言われるから、うん、あ、凝ってんだと思っちゃうんだけど。そう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 。なんで分かんのって思うんですか。そうやな。なんで分かんのって思う。病気をなぜね、そう、食ね、触れるだけでもう分かるってすごいな。な、うん、あれそうだと本当揉まれたくないですよ本当に。じゃあ知らない人に、じゃあマッサージ向いてない。そうマッサージだからあんまなんですよね。首とかバキッてやってもらったら一回行ったんですけど、バキッてなったから何なんだよ、うん、って全然良くならなかったし。ああなんか鳴らすやつあるな、はい、あれカイロプラスさん、うん、ガキガキってやるのはな、あれ鳴らすのが好きな人はいいと思うんですけど、これもう鳴ったからなんだよって思うんですよね。あれ鳴ったから可動域が広がると全然変わんなかった。関係ない、首がすげえ痛くて、うわ整体みたいなのを紹介してもらって、ここいいよってやってもらって、バキ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 ってなったんですけど、痛いんですよ。あれって危ないって言うよね、なんか。そうです。あんまり分かんない人。医学的な根拠はそんなに、そうそう、お医者さんはそんな勧められていますもんね。だから指鳴らすのと一緒やろ、多分。うん、指とかあれ間に入ってる気泡がね、抜けるから。だからそれのポキポキなん、あれも。でもね、なんか歪んでる、うん、骨をまっすぐ直してるっていう理屈じゃないですか。あ、まあ、だとしたら、なんかもうちょいレントゲンとかね、うん、撮ってほしいですよね。ちゃんと治ったかどうかビフォーアフターを、そう、もうちょいこっちにも伝えてほしい。なんかゴリゴリゴリってやるじゃないですか、乗っかって、うん、バキバキって、うん、これで本当治ったのかな。なったら OK みたいなルールがな、そうそう、暗黙のやつがあるから、うん、なるように人間できてるのかなとかいろいろ考えちゃうんですよ。気持ちいいって思う人はいいなと思うんですけど、なんかやっぱりどっちかというと病院とかの方が行きたいです、うん、なんかもうそれやったらさ、うん、もうこう動かした時になんかポケポケっていう音だけ一緒にスピーカーから鳴らせばさ、それでいいんだよ、それでいいんだよな。あの音が気持ちいいって思ってるんだから、それだけ聞かせるシステムでいいと思う。それでいいと思う。そしたら、うん、あーなんか好きしたってなるかもしれないもんね。1時間そうなんですよ。移動プラスってことだよな。そう、うん、だから毎回例えばめっちゃいい気持ちいい場所があってもそれが、うん、もう千葉にあっても知らないですよ。まさやな、そうそうそう。だから本当にちょっとした移動でどこにでもあるところでしょ。そう、どこにでもあってちょうどいい時間潰し方。だからバス停もないんよ、そういう意味で。少ないでしょ、少ない少ない。だから本当新宿で潰せる時だけ、新宿か神宮か、あの辺で。なんですよね、なんかねえかなっていうのをずっと。いやでも俺もゲームしかないかな、喫茶店ゲーム。ゲームだよな、ゲームはまあ確かに。喫茶店ゲームか、うん。洋服でウィンドウショッピングとか俺絶対しないから。だから
買い物が好きな人ってそれだけから羨ましいですよね。そう、ちょっと服見てこようとか、そうめっちゃ羨ましい。あれ羨ましいっていうのはなんか、あ、それが楽しく思えるんだ。あ、だから全く興味ないから見てもはあっていう。ウィンドウショッピングの概念がわからん、うん、買う気がないと。いや、なんかチェックしてるじゃないですか。あ、こんな新作出たんだみたいな見るわけですよね。新作出たのをわざわざ店行って見たいから見たいらしいですよ。あ、でも俺1個あった。楽器屋行く。あー、いい、めっちゃいい、うん、そういう、あ、いい、うん、それちょっといい。楽器屋行ってちょっと鳴らして、はい、全然買わないんだけど、はい、ちょっと鳴らして、もうかっけえなみたいな。やっぱ買わない、ウィンドウショッピングと一緒ですよね。あ、そういうことが失礼いたしました、はい、ね、買わなくても、なんかこんな新製品出たよね。そういうことやね。全くもう最近興味ないけど、うん、フラット上州屋とか釣り具屋入るの。あー、なるほどな、うん、最近のリールこんなんなんだみたいな見るのが楽しいんですよ、うん、だからあの普通に近くあったら見ちゃう。あ、そうやな。渋谷、新宿、そう、上州屋はチェックしちゃう。上州屋やっぱ港町しかないよな。そう、うん、あんま結構あるんですけど、うん、まあ、でもじゃあどこにでもあるかって言ったらそんなに釣り具やってないんですよね、うん、だからゴルフとか好きだったら多分、あー、クラブもな、ね、なんか見に行ったりするわけでしょ。そういうのじゃない、だからその見に行ける店を見つけない。そうだから好きなものプラモデルとかそうとか見に行くようにしてんですけど、うん、プラモデルってそんなにバカバカ新作じゃないですよね。そうやな、そこなんですよ。服とかって多分いっぱいあるでしょ、うん、あるブランドとかも。確かにそんなにポコポコ服みたいな出ないで、だから何個か店回れるじゃないですか。ちょうど時間するでしょ。プラモヤなんか入ってもう全メーカー揃ってるから。そうで、今その多分ヤマダ電機とかもさ、一番上の階おもちゃ屋じゃない。そうそうそう、俺もたまに行くんだけど、なんか結局その無料でゲームできるとことかもあるやんか。ある。あれもなんか今できませんになってない、ずっと。そう、あれなんなんすか。あ、なんなん、あれやらしてよやりに行ってんだからなんか壊れてるからね。そう、なんでずっと壊れてるんだって。で、なんかゲームキーとさ、このコントローラーだけ置いてあってついてないんだよね。そう、デモすら流れてない。デモすら流れてない。これやりに来たのに、ちょ入れといてよっていうのが。そういう人が来るからもうやめろ俺みたいなやつどうせ買わねえ大人が来るからみたいなそういうことか。ガキに来てほしいのに。あー、まあでも電気屋はめっちゃいいっすね。電気屋の俺電気屋は確かに見たらちょっとおもちゃ売り場行くかな。あー、正直興味ないもんでも家電はちょっと見たらなんとなく、うん、はぁーとはなりますもん。うん、そうね、そう、うん、だからそれ系でいろいろ調べてて、うん、本当にめっちゃ寝れる場所があるって聞いて。お1時間、うん、あれ知らないですか、あのもう一瞬で寝落ちできるマッサージみたいな。おいおい、そんなのあったら教えてくれよ。なんか頭こうふわーっと触って、でもその店だけじゃなくて最近そういうのいっぱいあるみたいなんですけど。人が触るの？人が頭こうやってマッサージしたら、うん、ハッて寝るらしいんですよ。おいおい、だ、危ねえ、大丈夫かそれ。まあ、多分薬かからしてると思いますよ。ダメです。謎の紫の煙のあるもん叩いてますけど、ふわーっと触ってるとハッて寝ちゃうんですって。そんなあるんだ。絶対寝落ちする、一瞬で寝ちゃうらしい。 で1時間ぐらいで終わるのそれは。だからもう1時間を感覚的にはバーンってどっか飛ばせるというか。なるほどな。その店行って、あ、1時間経ったっていう。ちょっと頭もスッキリして。多分そうなんですか。めっちゃいいやん。それがマジで、なんでもっと増えないんだと。行ったことはまだない。ない。でもなんかいろんな人が話聞いて、まあ寝れるらしいんですよ。へー。ただその人気な店が何個かって、どこも人気すぎて待ち時間がすげえある。そういう意味ねえな。意味ねえじゃねえか。お前、1時間潰してんだよ。待つんかい。1時間潰しちゃうのに。めっちゃ予約制らしいですよ。1時間待たなあかんとかな。めっちゃ予約すんのに。いや、予約して寝たかねえよって。そうやね。なんで俺1週間後寝るんだよ。1週間後の体調は知らねえんだよ。寝に行く予約って一番意味わかんない。意味わかんないでしょ。ああ、そっか。で、いろいろ探ってて、一箇所はあの、うん、超いいスペース見つけたんですよ。あと、あれ、麻布の方っすね。うん、麻布か。西麻布の方に。なんかでっかいカプセルホテル。ほう。で、あ、まあ、うん、1時間とか入れるんですけど、あのカプセルホテルのちょうど、感覚的に4つぐらいを1個にまとめたぐらい。もうあのカプセルホテルってもう本当に寝床だけのやつでさ、はい、あれがだなんかこういっぱいある。そうで、あれ4つ分ぐらいが1個のスペースぐらい。うんうん、あ、そういう感じなんや。だ、広いカプセルホテル。あ、広めだね。もっと広い、もっと広い。え、じゃあ立てるの中で。中でね、あ、立てる。あ、立てるんだ。ほう、4畳ぐらいかな、感覚的に。ほうほうほう。で、ベッド置いてあって、寝る場所。ほう。それはでも、その、なんかその、寝させ屋はいるの？ね、いない。いない。でも、単純に静かで寝れる場所。はあ。で、1時間だと、入って受付して、なんだかんだで、ね、実質寝れる時間が30分か40分ぐらいなんですけど、まあ、でも、ちょっといいそう。それ、行って寝れた？俺は1回、行って、そこめっちゃ安かったです。ただ、ここだと
寝るだったら、うん、がっつり1時間寝るってなるとトータル1時間半ぐらいは時間必要になるんです、ね、そうだから寝るまでやろ。そう、うん、だから寝かせ屋いるよ多分。寝かせ屋いるんですよ。だからその店にこの人がいれば、うんうん、そうやね、めっちゃいいですけどね。なんか寝なあかん時って変謎のプレッシャーかかんない。そう、今寝とかなきゃちょっと次の日しんどいかもの時って、うん、あれ寝れねえよ、まあ、今日ここで寝とかないでやばいっつってバッて横になっても全然寝ない。全然ね、あれあれ合法なやつ欲しいな。なんか一番一瞬で寝落ちする一人で完結した方ってなんかないんすかね。ないから俺一時やってたのはあのもうむっちゃ体動かす。え、どういうこと。やっぱ筋トレって一番体疲れるじゃないですか。疲れりゃ寝るんですよ本当に。ああなるほどな。だからめっちゃ重たいスクワットとか本当に1セットだけもう吐くギリギリまでやってほうバッてそのまま寝る。それ寝れるんや。めっちゃ俺は寝れます。それが一番寝れる。じゃそれが一番リンクがあるんだな。僕は家ではそれにしてます。へもう明日朝早い、うん、でも今日終わるのも遅かった。4時間しかない。でも4時間も完璧に寝たいってなったら、うんうんうん、もうむっちゃ体を動かしてもう気絶するように寝る。それでも俺はまあやったことないけども一番いいかもな。一番寝る。もう、ね、思いっきり走ったらそのマラソンだと絶対体疲れて寝るじゃないですか、うん、それを短時間で終わらせたいみたいなのがあるんですけど。俺一番良くないのはお酒やもんね。やっぱそうなんです。酒はマジダメなんです。一番良くない。でもやっちゃうんだよな俺。酒やっちゃいます、うん、しかもそのおしっこ行きたくなるからできるだけ強い日本酒とか。ああ。クククって何個やくるんで飲んでちょっとほてってきてぐらいで横になるのもいいんだけど、まあ寝起きが良くないよね。だって体を疲れたままっていますもんね。そう、寝が浅いから。だから酒をさすがに1時間飲むわけいかないですもんね。そうね、1時間は。でもそれ一番いいんじゃない、そのカプセルホテル的なところ。まあちょっといいんですけど、うん、それもまあ限られてるじゃないですか。そうやな、どこにでもあるわけじゃないしな。いやそれはその1店舗しか俺じゃないです。どこでもできる1時間。俺でもゲームはさすがにもうなんかなんねえかな、うん、俺ね一番いいのあったわ。なんか俺バイトしてる時に、はい、なんか葬儀屋さんでバイトしてて、はいはい、動きがサラリーマンと一緒やからお昼休憩1時間だよ、うん、そうで飯も現場で食えたりするから、うん、ほんまに1時間空くのよ、うん、公園、うん、外の公園でこうぼーっとしてんの。なんかいるやんたまに、はい、サラリーマンで。あれはやっぱみんなもう最終的にあそこに行くんですね。最終的に公園なんか。あれ一番いいんだよ。まあいいか。なんかほんとやることないのよ。ああでなんかその家族連れもいてさ、うん、同じ職場のね男女でご飯食べてる弁当食ってる子とか、うん、ハトもいるし、うん、時間経つのめっちゃ遅いねあの公園。ああそうなんですね。そうだから1時間をすごい長く感じるのね。ああだからめっちゃ休憩した感じになるの。なるほど。ああリラックス効果めっちゃあるんですね。寝るのが確かにスッキリはするかもしれないけど、うん、一瞬じゃん。はい。だから全然休んで感覚的には休憩という概念を消費してないじゃない時間として。公園でボーっとできます。できてたよ俺。ああそこしたことないかもしれない。そういうちゃんとボーっと。でも時期がもう春先と春と、あもう暑い寒いは無理だから、はい、あの時期に限るけど、あの時の公園なんか俺好きだったな。へえ、うん。やっぱ気持ちいい。気持ちいい。あそうなんですね。あそれ結構盲点ですね。一番ベタな感じするのに。でもいるやろだって公園で時間つけられてる人。そういやもう本当に下に見てましたけど、あれ一つ働けお前らと思ってましたけど、理屈があったんだ。休んでんだ、休んでんだ。どうにも潰せない時間があって、あ最終的にあそこに行った。だからもう寝ていい公園。公園でも寝れなくなってるでしょ。そうなんかさ、座るところもさ、ベンチがさ取られてたら、はい、花壇のちょっと段差とかで寝たいんだけど、はい、イボイボ出してるんじゃん最近。そうもう寝てほしくないからね。あれ良くないよな。マジで寝れる場所ってなんでこんな重要あるじゃないですか。絶対寝れる場所って。だって中国とか今いっぱいでしょ、寝相部リゾートさん。ああそう、もう働かずもう何もやることないから寝てるっていう。ね、もうなんかね、寝ていい喫茶店作ってほしいですね。ああそうやね。ないのかな。満喫？な満喫がそうですね。まあ、そうやね。満喫で時間潰してる時も一時期ありましたけど、うんうん、満喫はマジで漫画読み出して終わっちゃうんですよ。そうなんだよな、漫画読んでな、インターネットみたいなの終わってんだよね。そう終わっちゃ う。満喫は満喫でいいんですけど、なんで寝れるこう喫茶店ってなんで寝せてくんねえんだろう。確かに。だからあのよくさ、はい、プールとかの横にこういうさ寝そべれるさ、あ、あります、はいはい、あるじゃん、なんか、はい、なんていうビーチにあるな、そうビーチにあるね、なだらかな、そう椅子の足伸ばせるやつ、はい、あれをいろんな公園置いといてくれたらええのにな。お公園の前であれ貸し出すサービスやったら、ね、10割そう、10割ありそうだな。200円とかでさ、もうめっちゃいいですよね。めっちゃ広げてさ、もう寝れてる、寝れる。1時間だったらお越しに来てくれて、そうめっちゃいいですよ、ね、めっちゃいい、めちゃめちゃいいじゃんね。公園、まあ公園、まあ、でも数公園おったら
ってやだな、なんかやだなってなすか、何してんだよ、公園は何してもいいんでしょ、赤金髪公園で何しとんねん、公園は誰に対しても等しく開かれた場所なんだからいいだろうよ俺が行ったって すぐ取られるよ多分一般の人に、別に 取られてもいいです全然いいんだ、まあでも騒がれたらやつ、そうだ人来てわーわーやめんどくさい、カズが公園でぼーっとしたら日々あんだけテレビ出てしんどいんかなとかいろいろ思われちゃうよ、あなんかめんどくさいですよ、確かに人来るのはめんどくさいですよ、なんかマジでねえのかな、まだ行ったことない、でも公園はちょっと盲点だった、うん、それは一番楽だよ、楽楽、うん、めちゃくちゃそういう感じで自分がまだやったことない時間の潰し方がまだあるのかって感じなんですね、でも俺多分公園行って寝ない方がいいと思う、それがちょっと分かんないです、だから寝ないと何もすることないじゃん、はい、でちょっと携帯見て、はい、でも携帯見ちゃうんだった、そう携帯見たらボーっとして、はい、でも携帯見ても飽きてくんのやっぱ、あそうすると1時間めっちゃ長いから、ああだそれだ、何もやらないからだ、そう何もやらないからめっちゃ長く感じるのね、ああそれがなんか休んだ気になる、何もやらない施設があればいいですね、じゃあそう何もやらないであったかいポカポカポカしたら何もしない場所、でも全部白壁に日差しだけ入ってきて椅子1個ある部屋とか、うん、もうなその金持ち刑務所じゃない北欧刑務所じゃないから、何その突っ込み、金持ち刑務所北欧刑務所だそうそうそう時間長く感じるからさあ北欧刑務所ってそういうことだったんだじゃあそうか、あなんかすごい設備があるのって俺人権意識だと思ったけど、もう長々と生き地獄を味わわせるためにあんな真っ白のとこで、あそういうことだったんだ、パッと見いい姿勢じゃんと思うけど、あれほんと一番辛い拷問や、そうなの、うめっちゃ凶悪感がプレステ5を支給しないのは人権なん からそれはもう人権をないがしろにしてるっつってなんかデモしてましたけど、人殺しといて、本当だよ、何がゲームしたいだよ、いかがでしょうと思って、本当にね、あいいそうか、それ、うん、公園行ってみたら公園、うん、でちょうど多分3月4月の子一番気持ちいいから、あそれはもうそうですね、うん、1時間まあそれか、で公園だってどこにでもあるやん、どこにでもある、うん、それが一番いい、確かに、うん、まあでもキラキラ我々でしょうけどねいいじゃん、だって俺は公園でぼーっとしてる人のことを正直何やってんのかなと思ったんで、俺がぼーっとしたら自分より若い子たちに何やってんのかなって思われるわけで、そうそうもうそれは面白い、そういう負のサイクルがもう永遠と、そうもう今度言われる側に言われる、まあそうか、もうそろそろ言われる側になるから公園なんだ結局公園か、そうかな、飯食うにしてもな腹減ってないとダメだしな、そうね、そんな喫茶店になっちゃうんですけど、もうちょうどいい施設が結局見つからなかったな、ああでも重要があると思うよ世の中には、そう真っ白部屋ね、真っ白部屋北欧刑務所、北欧刑務所、うん、北欧刑務所1時間ない、ね、北欧刑務所を今ね都心に作ったらまあ重要あるでしょ、あると思う、ほんまにめっちゃ重要だろうな、ね、3畳ぐらいの真っ白い部屋で、真っ白い部屋、確かにそれはめっちゃ、そうそうそう、携帯とかもう取り上げられるんですよ入り口で、もうダメだね、何にもなく、うん、本当にただ1時間ボーっとする、ボーっと1時間経ったら呼びに来る、はい、うん、それはいいですね、お時間ですっつて、うん、それはいい、うん、多分需要ある、もう1日があっという間に過ぎていっちゃってる人たちにとっての、うん、すごい有意義な1時間になると思う、確かになる、うん、めちゃめちゃいいと思う、うん、ありがとうございます、違う、潰し方わかんねえな結局、いやいいのね、バッティングセンターなんだよな俺結局、バッセンはいいでしょうね、まあ好きなことが一緒、そうめちゃめちゃ好きなことが本当1時間だけぐらいがいいですよね、うん、だからまたやりたいってなるから、射撃場とかさ、それ超いい、射撃場1時間ちょうどよくない、超いい、だからサバイバルゲーム場が1時間だけできたら俺は超いい、うん、なそうやってバーンぶっ放してさ行って、うん、あのそう1時間だけバッてやって、そうみんなバッバッて打っちゃって終わりって帰るだったら、うん、むちゃくちゃ楽しい、最後コーラでも自販機で買ってさ、あジュース飲んで楽しかったでいいやいやそれはまあおのおのやってくれおのおのやってほしいですけど、いや確かに1時間だけ行ってすぐに必ずサバゲーできたらむちゃくちゃ楽しいですよ、待ち時間なし、待ち時間なし、だゴルフの打ちっぱなしがそうですね、待ち時間基本でいいからいいですよね、あそう俺この前ゴルフの打ちっぱ行った待ち時間、待ち時間、ああ、そうそう、行った行った、楽しかった、たまたま会ったからよかったけど、うん、そうだ、多趣味の人ですね、それができる、行って待ち時間になったらもう終わりですもんね、1時間で待ち時間はもう無理、行ってすぐ、行ってすぐ寝れるとか、行ってすぐ銃撃てるとか、銃撃てる行ってすぐボール投げられる、ボール撃てるとかですよね、ああ、そうだな、そうなんだけど、チャンネル登録、メンバーシップ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。